はい、リクト座れ。ワン、ツー、テン。今日もね、イルシャインご苦労さんでした、ね、ご苦労さんでした。この後はね、熊地区でちょっとお願い事があるんでね、熊地区で今度の感謝デーで使うシャトーブリオン の発注をしてこなきゃいけない。これも行って骨でも買ってくるか、骨、ね、骨好きだろ、久しぶりに骨をね、買ってあげようと思いますが、この土日スタート、おかげさまで今日午後からですね、お客様も多くてね、働きがいがありましたね。ご苦労さんでした、明日日曜日もこれぐらい忙しいと、いいんですけども、最近はなかなか世の中が読めないのでね、大変でございますが、今日は山形から、平方さんにね、12ヶ月点検に来ていただいて、この後一緒にね、お酒を飲むことになってますので、今日はちょっといろんな面で短いんですが、ブログも短いかもしれませんし、動画もちょっと短いんですが、まあ、毎週犬社員の、出勤を楽しみにしていただいている人も多いのでね、そっかそっかそっか、はい、はい、で、はい、今日もね、撮影をさせていただきました。なちょっと留守番しててね、一つ黒い今撮ってくるからね、いいですか、よしよしよし、いい子だ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 、はいはい、待っててね、はい、じゃあ行きましょうということでですね、ね、待っててね、はい、まあ黒いといってもこれ、グレーでね、シェパードも真っ黒って言ってもね、真っ黒いわけじゃなくて、こういうふうにね、肌ツヤがグレーな肌ツヤで、ちょっとね、逆光になるとこう、ここら辺にちょっと赤みがかかったりして、そこがね、僕は好きなんですけど、これ 1600cc の、四輪駆動なんですね。で、アイサイトを、まあ、持たない、ね、アイサイトを持たない、まあ、その代わり価格的にはこなれてる車ですので、まあ、これから先のその四輪駆動ニーズにお応えできる、比較的こうリーズナブルなね、インフルエンサースポーツだと思っております。ということでですね、ね、なかなか世の中ね、思うようにいかないことが多いわけですけど、今もね、撮影の連携がね、なかなかあうんの呼吸ではいかない時もありましてね、今日は、どうしてもこれに乗りたかったので、シャキッとね、こなれた車を、プッシュスタートですし、色も悪くないし、距離は8万8千キロ。軽い修復歴があるんですけど、車の性能としてはもうバンバンですね。GP 型。一人の個室というのはもう結構割り。GP 型インプレッサー、本当に大成功しましたよね。今見ても新鮮ですもんね。なかなかね、買い替え需要がね、進まないっていうのはね、分かる気がしますよね。どうして進まないのかって言ったら、やっぱこの車に乗ってらっしゃる人を客観的に見ててですね、客観的に見てて、みんなこう生き生きと乗ってらっしゃるんですよね。うちのお得意様でも、これ初期に買ってらっしゃった方いっぱいいらっしゃって、街の中で手当たりするんですけど、ね、もちろんこの車もそうですけど、下取りですのでね、乗り換えする方は乗り換えする方でやっぱりちょっといらっしゃるんですけども、結構ね、長くね、交換、まあ、乗り換えですね、交換というか愛車の、下取りに出して次のやつっていう気持ちに、ね、慣れないなっていう、その気持ちも分かるんですね。
スバル用品で、また手腕を発揮してらっしゃる、と大久保さんに私が聞いた覚えがあって、そのうち三鷹へ行ったらね、お目にかかれると嬉しいなと思っているんですけど、緻密な計算で作られてるし、なかなかね、リアスタイルなんかが飽きが来ない、複雑さを感じさせない名車ですよね。ここがね、今度ホテルができるって聞いて、まあ、中津川もあのホテル需要がね、ちょっと、まあ、今、バランスが悪い。そこのルートインがここにあるんですけど、なんていうんですか、いつも満室だと。で、前回ね、22B オーナーズミーティングでここを使ったんですけど、ここルートインね、これやっぱり全国チェーンで使いやすいし、うちのお客さんもよく泊まられるんですけども、ちょっと問題はね、街に遠いんですよね。歩いていける距離じゃないので、ちょっとそれだけがね、難なんですけど、まあタクシー使っても知れてますからね。まあ、10時前だったら本当に1000円ちょっとぐらいですか。だからそんなめちゃくちゃ離れてるわけじゃないんで、ここでもいいんですけども、そこのね、国道の並びに、もう一つ AB ホテルっていうんですかね、それをができるってうなぎ屋の親父に聞いたんですよ、一昨日ね。塩さん知ってますかって言うから、いや、あそこのね、結婚式場のあったところなんですね、あれのところを、どうもそのご飯食べに来た人たちに聞いたら、その AB ホテルのグループの人で、あそこにホテル作るんですよって言ってたっていうね、レアなね、すごいレアなね、へーって、あ、そうなのって、そうだよ。まあうちはありがたいですよね、本当に目と鼻の先にそういうね、大きなチェーン店のホテルがまたできるっていうのは、結構最近泊まりがけでね、うちにいらっしゃる方も多くて、というのはどうしてかというと、なんかメンテとか車を買うついでに中津川からこの木曽路にかけての、まあ、観光がしたいっていうね、そういうお客さん多いんですね。ですからこれ今バイパスを走ってるわけですけども、バイパスから今の高速交差点を左に行っても中津のその昔の町の方にこう入っていけるんですけども、ちょっと前移してください。これからですね、このレジストロ通りっていう駅前へ行く道路っていうのは、ここをですね、入っていただいて、で1個交差点をまたぐんですけどね、1個またぐんです。ここを曲がっちゃダメですよ。これ曲がってもいけるんですけど、もちろんいけるんですけど、もう一つ向こうを、水蒸気が出てるところが本州、王子製紙の工場なんですけども、駅の向こう側に王子製紙がありますのでね、でこれだけの低いところに、まあ、駅があると。昔は沼地だったそうですね。沼地だったところに駅を作った。でその一つ上が中山道ね、昔の宿場町ということですけれども、町の中にもね、ホテルが今度 お宿オンですが、あそこも連日満室で、すごいことになってますけどもね、こういうね、町でございまして、でちょっとね、ソウルフードのお話をしますとね、中津川
では蕎麦が美味しくて、本格的なねお蕎麦屋さんももういっぱいあるんですね。いっぱいあるんですけども、駅の立ち食い蕎麦がうまい、あの癖になるうまさか、440円ぐらいなんですけど、癖になるうまさで、電車で帰る人は、中津原で車を預けて電車で帰る人はぜひあそこでカップ酒をですね、ワンカップ大関を飲んでください。でつまみが欲しい、ここで言うたりします。つまみが欲しいっていうと、天ぷらでもどうって言って天ぷらそばにするつまみを、あの天ぷらにね出しかけてくれます。そうやって頼んでくださいね。そうするとですね、なんとも黄昏れた感じのでいい酒が飲めると思います。で締めにね、かけそばってね、まあ、ピーク時は人が並ぶんで無理でしょうけど、中津が来たらねそういうあの楽しみもできますんでね、今度いらっしゃったらですね、あのもうちょっと詳しいこと聞きたいっていうことだったら僕にね聞いてください。根の上そばというソウルフードでございます。根の上そば、この根の上そばはもう昔はですね、駅のホームの、ね、真ん中にある2番線のホームにもあって、根の上そばのおばちゃんがね、あの、ホームをねの線路をね渡るんですよ。地下にも通路があるんですけど、あんな間に合わないんで、電車がいないと線路にチュチュチュンと降りてチュチュンと上がってですね、待合室にある今の今あるところですね、今も残っているところと、ホームの2番線ホームですから、要するにアイランドの方ですね、アイランドの方にある蕎麦屋の掛け持ちでね、両方ともいつもお湯が沸いて、蕎麦のあのつゆの匂いがねホーム中にねふんふん匂ってたりしたら、そうですね2箇所で炊いてますからね、つゆを。そういうね中津の昔懐かしい文化が今も残ってますのでね、今日はその後でね食べてるところは紹介できないんですけども、ブログの方に根の上そばをね、載っけておきたいかなというふうに思っています。今日のこの動画ちょっと短めですけども、ここから会社まで帰る間もう少しこの車のエンジン特性とか成り立ちに対し成り立ちをですね、説明していこうと思います。まあ決してですね、ダウンサイジングエンジンではないです。決してダウンサイジングエンジンではなくて、まあ、このエンジンをベースにして、直噴ターボを作りましたので、FB16 の DIT っていうですね、そのエンジンは、まあ、一応ダウンサイジングターボにはなるんですけども、排気量的にダウンサイジングで、でもあの大きさはあの別段特に小さくなっているわけではありません。ただその理由がはっきりしてまして、やっぱりそのグローバルエンジンとして 2.5 リットルっていうのが非常に大きな役割を担っているわけですね。ですから、やっとこさ今度 CB18 というエンジンでサイズも小さい、今国内専用のエンジンとして活躍してますけれども、あのエンジンが出てきたわけですけれども、まあ、この当時はですね、あのエンジンのもうブロックやヘッドまで小さくするっていうことは 2.5 リットルのエンジンがある以上無理なわけですね。で、方やストロークにあの2通りのストロークを設けたので、86のストロークを持ってる方を、まあ、スポーツエンジンの位置づけにして、で、実用エンジンを FB、スポーツエンジンを FA とこう使い分けてきたわけですけれども、その FA の方で、まず 2.4 リットル FA24 というエンジンが出てきましてね、これが非常にあの優れた適応を示すわけです。どういうふうに優れているかというと、まさにその今の 2.5 リットルエンジンのグローバルで活躍する姿のように、一番、その実用的なやつはアセントに乗っている、まあ、トーイングっていってですね、モーターホームみたいなものを引っ張る、そういうことに長けてるあのエンジンがあのアメリカにはあります。で、それとは違う日本向けのスポーツエンジンが WRX に乗っている FA24 ですね。これも非常にパワフルで、実際あのトルクが下から出てくるんで、WRX は速いんですね。そういうエンジンが作られている。そしてそれの NA の BRZ 用のエンジン、こういうのが今そういう風にエンジンのバリエーションがこの当時とは変わってきてるんですけども、まあ、この当時はですね、やっぱり EJ の1号ではどうしても
気持ちよく吹き上がるんですけれども、EL の1号になって EJ の1号から EL の1号にして、まあスクエアな要するにボアとストロークの同じエンジンにしてものすごくこの走りやすいエンジンはなったんですけれども、ところがちょっとやっぱり物足らないところがトルクではあったわけですね。ですからどうしてもストロークを伸ばしたい。でエンジンのストロークを伸ばそうとすると水平対向エンジンってのはものすごく難しいんですよ。ブロックが左右共用になってますから、そこにストロークの長いコネクティングロッドを入れることは難しいんですね。で、まあカチ割りコンロッドって言われて、組む前に割るんですね。割って入れて中で止めるっていう、まあすごいその、まあ、冷やして割るんですけども、この割るから元通りに戻るじゃないですか、ね、割らないと元通りに、要するに加工したもの同士をこう戻すのはあの精度が下がるんで、パーンと割ったやつを戻すっていう、これカチ割りコンロッドっていうんですけど、そういう技術を使って、まあ、その前にいろんなエンジンでそういう蓄積をしたんですけどね、それを使って全く新しい世代第3世代の水平対向エンジンをデビューさせたんです。これもう悲願のサードジェネレーション、悲願のサードジェネレーション、これが非常に良いエンジンで、レバーレボーグの DIT あり、ね、E ボクサーの FA20 あり、いまだにグローバルでも大活躍している、この間僕もドイツで乗ってきた、ね、もうスポーツエンジンですよ。あれは実用エンジンとスポーツエンジンの双方を兼ね備える、FB24 っていうのが活躍している。でその中で、一番排気量の少ない、エンジンを1600で、これもグローバル考えると1600になるんですけども、育てたと、これ一番ベースな実用エンジンですけど、まあ、耐久力もあるし、スバルらしい耐久力も持ってるし、決して燃費悪くないです。これは飛ばせばそれは何も悪いんですけども、ね、悪くなるんですけど、当然ね飛ばせばね、ですけど普通に穏やかに乗るといい燃費が出るんですね。あとは何しろこの走り味がね非常にいいんですよ。もう乗っていても感じると思いますよね、この穏やかな特性はね。僕もこれには何台か乗り継ぎましたけどね、最初に降ろした FF でマリオと一緒にですね御嶽山麓の開田高原に行って温泉に入って帰ってくるっていうね、それをやったんですけど、彼が帰りの燃費で20キロ以上叩き出しましてね、ここにちょうどこんな時間にここまで帰ってきて、僕は隣でうつらうつらしてたんですよ、くたびれちゃって。そして彼が社長燃費見てくださいって、こんな燃費出ましたって言って、ね、その時20キロ超えてたんですね。でこれももう家に入ってきてだいぶになるんですけども、このアベレージ、このオドメーターのアベレージ映してください。これ障害燃費ですから、ずっとこの車が4のこれ 1.6 ですけれども、オドメーター、いわゆる前のオーナーが、これはオーナーカーですけども、前のオーナーがずっと乗ってきて家に入ってきて、家でテストしたり展示場でエンジンかけっぱなしで移動を待ってる間ですね、その中でですね、まあ、ちょうどこれ置きっぱなしにして今みたいに、走らずにエンジンをかけたりすると 6.7 なんて悪い数字が出てますけれども、アベレージで今のこのトリップメーターのアベレージだと 11.1、ね、キロメートルアベレージの、そのキロメートルパーリッターアベレージの一番左側がオドメーター、要するに0の時から今の88,989 キロまでの障害燃費ってやつが 12.4 キロ出てますね。まあそれハイブリッド、ストロングハイブリッドカーのねすごいやつに比べればこれは決していいとは言えないのかもしれませんけども、元気よく走ったガソリン車でね、しかも決して燃費走行を意識した車じゃないので、普通に走ってる中ではですね、僕は優秀な車だと思いますね。安全性能や踏破性能を考えた時にですね、何しろ四駆の踏破力は抜群ですのでね、はい、ということで、戻ってまいりましたので、今日の動画、ここで終わろうと思います。明日もいい天気になるといいなと思っております。どうも今日もお付き合いいただいてありがとうございました。